世界のすべての国の人々が茶を楽しんでいます。茶は水であり薬です。体の 60% を占める水を補給しながら生命を活性化する力がありました。茶は体のために生まれ、心のための茶にまで成長したのです。鉄もガラスも土地から取り出され、炎の中で育ってこの世に生まれました。燃える炎をくぐり抜けて鉄は荒々しい表情となり、ガラスは凍った水のように透き通った美しい姿を表しました。鋳鉄が男であり陽だとすれば、ガラスは女であり陰です。皮膚で感じる感覚こそ人間の深い心で聞き取る言葉です。鉄とガラスは野生的感覚を呼び起こすのです。シサは中国の伝統的素材です。シサの肌を女性の肌に例えることができるほど滑らかで艶やかな表情を持っています。それだからこそシサに切れ味の爽やかな形を与えたのです。違和感こそ美の醍醐味だからです。禅は禅の思想を背景として生まれました。 Z は禅という禅の言葉から始まりました。 ZK の K は黒川の K です。僕の思想は中国の古くからの自然思想を学んだものです。 ZK は禅と自然思想の融合的思想と言ってもいいでしょう。